ははいこんにちは、T、のです、えー、とプリアンプの是非っていうことなのですが「うんと是非」ということなので肯定、えー、も否定もしません、うん、おすすめももししなないいいい使っちゃいけないとも言いませんただのよた話になっちゃうかもしれないんですけども、あのー、最近ベースなんかね非常にプリアンプっていうのがまずベーシストの人はベプリアンプっていうのがすごく流行ってるでしょ。 であのー、ギターの方は、まあ、ディストーションを、ね、たくさんこうつなげたりとか、ね、エフェクターつなげるのがいっぱい、ね、あるんですけれどもベースもこうプリアンプなんかがすごくたくさんあって、えー、みんなこう使ってるんだけれども使ってる人多いけれども全然使わない人もいればね。うん、でそれが、ね、だんだん下手すると3つぐらい連続して直列でつなげてる人なんかも見るわけたまにね。歪み用のプリアンプ,プリアンプ あとまあその前にもともと補正用のプリアンプねその後またもう一個プリアンプみたいなもう下手したら3つぐらい直列につながってる時なんかも見る時もあったりするんだけどまあいくらでもつなげられるからね今あのそんな高くないしあとマルチなんか買っちゃえばねその中でいくらでもつなげられるしあとアンプシミュレーターかなんかも中に入ってるからいくらでもそういうのをね使えるでいいんだけど自分はね最近思ってるのが あの今もう自分はベースはもうコンプレッサーだけなんだけれども、うん、まあプリアンプいい音になるなとかねあのいいなって思うよ確かにであの自分今使ってないけども昔はいっぱい使ってた刃なのよすごくもう多分1980うーんとね80年後半あたりから多分三ン,ンプってあると思うんだけどあれも誰も三三歩って知らない頃から俺使ってた方だから全然あの。 筐体がまた違う時ねその時からこれすげえなと思って自分使ってた方なんだけどだからプレアンプ大好きでずっと使ってたのいろんなプレアンプ買ったしもうもうほんと数えきれないほど買った <laughs> だけど最近やめちゃったんだけどなぜかっていうとあの一言で言っちゃえばそのベースを使ってる意味まあサンザンプなんか特にそうなんだけどサン,ザンプを使ってブレンドをいっぱいにしちゃうとどんな楽器使っても散ン歩ンの音になるっていう当たり前の話なんだけどそ,その強烈だからね個性がすごく強いから。 アンプシミュレータータだけどねねあれは、ね、だからそうなってくるとあの楽器にこっちの方竿の方に一生懸命これいい音だななんて楽器屋でねあの試してねいいなと思って一生懸命ねあのお金出して買ってもどんな安いものを買っても3座アンプ通すだけで結構その音になっちゃうじゃんという全部同じ音になっちゃうじゃんっていうのがだんだんなんか <laughs> 嫌になってきたのとどこのライフハウス行っても3座アンプ通したベースの音ばっかだなっていう一時期そういう時あったんで今はまたちょっとじゃないんだけど。 今はダークグラスがあったりとかねいろいろあるんだけどあとズームのマルチとかねいろいろあるんだけどそのねみんな結局同じ音になっちゃうというかそのさの影響がそれほど出なくなっちゃうのがどうも気に入らなくて嫌で今はもう使ってないんだけれどもうんでギターもそうでまあまあどうしてもギターはね歪ませるっていうことが大きいからね。そうなんだけれども、 あのね、昔のやっぱりね音源とか聴いたり昔のライブとか映像とかもまた見てみるとギタリストがレスポール使ってますストラットキャスター使ってますあるいはベーシストがフェンダージャズベース使ってますあるいはスティングレー使ってますとかギブソン使ってますレスポールタイプ使ってますサンダーバード使ってますってなってくるともう如実に全部音が違うわけ。 その,その人の音になってるわけやっぱりその人の音プラスごめんその人の音プラスその楽器の音になってるわけやっぱサンダーバードの音だよねこれねっていうバババーっていうすげえなんかこう野蛮な音だよねサンダーバードだよねとかあのフェンダーの綺麗な音だよねとかプレッションベースの音だよねやっぱりねミュージックマンスティングリーの音だねこれねっていう非常に分かりやすい音になってるのね。 音源もそうだし昔の70年代ぐらいだと思うんだけれどもやっぱりね。で別にそれに帰れって言ってるわけじゃないんだけどその方が俺はすごく面白くてそっちの方があなるほどレスポールタイプのペース使ってるからこういうとなんだとかジャズベー使ってるからこういうとなんだっていうのがすごくねあった時代だったから面白かったんだでも最近ね全然わかんねえんだもう音源,音源聞いても何使ってるかまではもう全くわからないね。 もうめちゃめちちゃゃ加工でできるでしょリアンプもできるしだから ESP のカスタムオーダーメイドのやつを使おうがフェンダーのジャズベース使おうがもう下手したらフォトジェニック使っても分かんないと思う俺はもうそれだけ加工できちゃうから全然分かんなくなっちゃうっていう時代なんでだからあえて逆にあんまりプリアンプを自分は使いたくなくて。 うん、そのベースとかその楽器の特有の音を出したいっていうそういう感じに最近はねちょっとなってきてますね。うん、だからこれはあの是非ということであの皆さんに「勧めてる」とか「やめろ」って言ってるわけではないんだけれどもそれをちょっと考えてみるとねまた楽器がね面白くなるかなってそんなふうに思ってます。そんなお話でした